映画作家の真山です。漫画家の木村隆です。リピート率の話したじゃないですか、うん、で結局やっぱりね、うん、何回も見たくなるやつがいいんじゃないっていう感じで終わったんだけど、まあ、一回見ればいいかなっていう名作を思い出して、うん、シャイニングってどう？あ、俺も一回しか見てない。何が名作なの？あれは分かんないけど、面白いって感じだったけど、うん、ジャック・ニコルソンの顔面力っていうのもあるかもしれないけど、うん、やっぱあのツイッターとかでさ、うん、そのあの画像だけこうなんかネタに使われたりとかさ、うん、あとサイコだったらあの音楽だけ使われたりとかさ、はい、うん、仁義なき戦いの音楽だけ使われたりとか、ああいうのってやっぱなんか名作なんじゃないかなみたいな。あ、部分的に、そうそう、部分的になんテレビに使われたりとか、一本ちゃんと見てないんだけどなんかみんな知ってるみたいな。うん、うん、まあ誰かが名作と認めてるから、うん、一応残ってるっていうのはあるじゃん。戦場のメリークリスマスとかね、うん、音とか曲が良くてっていうのもあるもんね、うん、戦争映画ちょっと苦手だから。結局戦争ってなんかアカデミックに撮ってるっぽくて、うん、人殺しの娯楽だよね。ポステルみたいなああいう振り切ってればいいんだけど、うん、なんだろうな、戦争っていうこう暗い感じのテーマが苦手、うん、で何個か見たけど全部ハマんなかったから。兵器とか興味ないもんね。銃撃とかはとにかくあの男の子が好きそうなものが全部ダメ、うん、ロボットとか女の人が好きなものが結構好きなの。ママレードボーイとかね。そうそうそう、うん、だからその視点として当てにしてるバカな男がうわーってやつはまた別なんだよ。両方俺は入れたいの漫画の中で。男のやつをやってもあんまりうんともすんともだから、うん、ああなるほどって感じだった。それを完全に女子の好きなものだけ入れちゃうと、うん、男がって感じになるから。それもわかる、うん、こっぱずかしいとかね。そう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 、完全にこう女子向けに作られたものとか苦手。マヤさんがいいって言うってことは、まあ、女性層はいいんじゃないかっていうと、うん、それプラス誰か男、うん、うわーってなるやつをやっぱ入れたい。そうだね、